こんにちは、戸田悟です。今回は、ニポギの AK2 プラス、1セラバイトのですね、ミニ PC 紹介していきたいと思います。コスパがね、魅力のメーカーだけに価格も楽しみですね。ぜひご覧ください。今回はですね、N100 を搭載した手頃な価格のミニ PC 紹介したいと思います。ニポギのですね、AK2 プラス。 1TB 1のモデルを今回はレビューして参ります。こちらがね、中に入っているものです。まず本体ですね。後でもちろん詳しく説明します。マニュアルはですね、各国語対応ですけども、日本語のマニュアルもちゃんとね、ついております。ちょっと日本語ページを開いてみますね。こんな感じですね。まあね、あのー、そんなに見なくてもいいというか、見なくても使えると普通の方はね、思います。主にね、ベサの取り付けが書いてあります。 で、こちらは AC アダプター専用の端子になりますね。えー、残念ながら t y p e C では使いませんけれども、30W。コンパクトですね。HDMI ケーブル。さらに、ネジ各種。で、こちらがですね、ベサに取り付けるためのアダプターになりますね。これね、フックタイプになってます。こちらのね、穴を引っ掛ける感じですね。ちょっと出してみましょうか。今回はね、ベサの取り付けしませんけれども、 こういう感じで引っかかるというわけですね。もう、この穴に入れて、本体の重さでも引っかかって取れなくなります。まあ、ぶら下げるような感じのメーサのアダプターがついています。本体のね、各部をチェックしていきたいと思います。天板とかですね、ボディの主要な部分は、基本的に、まあこれガンメタって言っていいかな、濃いメタリックの入ったグレーですね。 若干緑、まあ、ガンメタかな若干緑がかってるような気もしますけど、まあ、グレーですね。で、この辺が、えー、メッキ調の仕上げにね、キラキラ光る光が当たるとね、メッキ調の仕上げになって綺麗ですね。で、ここも、メッシュになっているんですけど、ここもね、メッキ調の仕上げになってます。ニポギのミニ PC ってこういう作り多いですよね。えー、排気も兼ねてると思いますけれども、この辺にね、LED がありますけど、そこは後でね、見ていきましょう。で、底面もこんな感じですね。 はい、えぇ、ー、休廃棄のね、穴がいっぱい開いておりますけれども、はっきり言いますが、高級感はないです。ただし、安っぽさもありません。まあ、価格を考えれば十分に納得できるかなと思いますし、パッと見のね、チープ感全くないですよ。ただね、僕が高級感あんまりないって言ったら、もっとね、軽いんですよ。やっぱりね、樹脂の質感がもう伝わってくるので、まあ、価格考えればもうとっても妥当なところかなと思います。ちょっとね、あの、すごく軽いので、重量をね、測ってみましょう。 それではキッチンスケールに載せてみますね。参考値ですけれども。ほら !380 何グラム。ミニ PC で、まあ、うんとちっちゃいやつは別ですよ。このスタンダードタイプのミニ PC で300グラムなりなかなかないですよ。非常に軽いです、えー。ですので、まあ、あまり持ち歩かないと思いますが、カバンに入れてね、持ち運びたい人にも負担のない重量だと思います。それでは各種端子類を紹介していきたいと思います。まずね、こちら。 電源ボタンがついてますね。横にですね、タイプ A が3つ並んでいます。こちらはですね、USB 2.0、3.0、3.0。これ2つが、青いのがね、3.0、黒いのが2.0となります。ではね、今度横側行きますね。こちらがですね、AC アダプターをつなぐための電源の入力端子ですね。それからこちらにもタイプ A が1個ありまして、こちらはですね、2.0です。それから、HDMI が2個並んでますね。それから有線ランタン子。こちらがですね、 3 5ミ、mm、リのイヤホンジャックとなります。はい。皆さんお気づきのように、タイプ C 端子は搭載しません。もちろんね、タイプ C 端子あった方がいいと思うんですけれども、N100 を搭載したマシンってコスパ重視で選んで、タイプ C なしでもいいやっていう選択も僕はありだと思います。そこはね、使い方とか使う方の選択、用途によって変わると思います。タイプ A 端子は全部で、えー、4個ついてるんですね。1個、はい。 2個、3個、4個。タイプ A が4個ついてるので、まあ普通に使う分にはですね、拡張性は問題ないかなと。ディスプレイ出力も2枚出せますので、タイプ C 出力はありませんが、HDMI で2枚出せますので、まあ N100 のパソコンってもともとそんなにね、高速ではないので、3枚、4枚出すよりは、まあ2枚でもいいのかなという選択があっても、僕は全然いいと思います。 こちらですね、天板の開け方面白いんですよ。最近ミニ PC も天板の開け方いろいろこだわったモデルが増えてきて、もうドライバーいらない製品が増えてきましたよね。僕の愛用する電動ドライバーの出番がなくなってちょっと悲しいんですけれども、ここにね、ある、このスライドのね、まあ、スイッチというかボタンというか、これをね、ちょっと手で隠れちゃいますけど、これをね、横に押すだけなんですよ。こういう形でね。そうすると、こうね、パカッと外れます。仕組みは簡単で、こうね、スライドすると、この中がね、動くんですよ。 今ね、ちょっとスライドさせますよ。はい。わかりますわかりますよね。で、この引っかかってたフックが外れるというだけのことです。えー、シンプルですけど、使い勝手良好ですね。蓋を開けて、まあ、第一段階ですよね。えー、ここにはですね、2.5インチのハードディスクや SSD などを取り付けられるね、エリアがあっても、一発でここまでアクセスできますね。この3つのネジを外しました。はい。これを外すとですね、このハードディスク等に使うトレイがね、えー、こう動かせますね。外れます。 これテープで止まってるんで、テープ剥がさないとちょっと厳しいかもしれないですね。ちょっとね、剥がしますね。どうせ使うときはね、このテープ剥がすことになるので、ちょっと剥がしますけれども、こんな感じ。で、ここでね、メモリーの乾燥もできます。ただ、このモデルも16入ってるんで、これ以上にすることはないと思います。で、ここに謎のタイプ C 端子がありますが、すいません。これは僕もちょっと用途がわかりませんので、ちょっとメーカーさんに聞いてみてね、何か用途があれば、概要欄等でお知らせいたします。 それでは電源を入れてみますね。各種ケーブルも接続しました。今電源を入れました。ここはね、まずちょっとね、すぐに青く光っていますね。これで電源が入ったことが、まあ、すぐに、ま,あ、まずわかると思います。Windows 起動しました。ベンチマークをね、紹介いたします。いつものようにシネベンチ R23 でベンチマークを計測しております。ちょっとね、下の方に隠れてるんですけれども、N100 というふうにね、ちゃんと出ております。スコア、マルチコアが2000の前半。 え、シングルコアはですね、約900近くということで、まあ N100 は大体これぐらいかなと思います。もちろんね、ばらつきありますので、N100 の中でも早い遅いという判断はちょっとできないですけれども、まあ大体こんな感じかなというスコアが出ております。え、いつもお話しますが、この N100 という CPU を積んだマシンは、値段が安いのが最大の特徴。で、ブラウザを使ったり、ちょっとメモを書いたりね、軽く Excel を使ったり、 動画を見るといった用途にはもう十分使えますけれども動画を編集したりねヘビーなゲームをしたりという用途にはもう合わないというかねそういうマシンではないのでそこは妥協して買わないといけないというか用途を選ぶ製品となっておりますその分値段がめちゃめちゃ安いのが特徴ですね今回レビューしているモデルはですね 1TB の M.2 NVMe の SSD を搭載しております容量はね 1TB なので非常に余裕があると思いますね 例えばね、写真をたくさん保存したいと。動画はね、4K をバンバン保存したいっていうと、実はいつテラでも足りないと思いますが、まあ、保存先としてもね、結構いいのではないでしょうか。動画も編集するというよりは、見るための動画をね、たくさん入れるのであれば、このマシンでもね、えー、十分かなと思います、えー。メモリーもですね、こちらでわかる通り、1 6ギ a を最初から搭載しております。まあ、N100 搭載マシンとしては、最大容量と言っていいと思います。 いつものように騒音計測アプリをね、真横に置いてファンの音を計測したいと思います。今日はね、ちょっと雨が降ってるんですけれども、この部屋ね、このファンが回ってない状態だと大体33から6、7デシベルぐらいなんですね。今ファンが回ってどれぐらいになるか僕が黙ってチェックしていきます。それでは黙ります。43、4ぐらいですね。ファンはね、確かに音聞こえますけれども、なんかね、かなり 静かな、穏やかな感じの音なので、気になる人少ないんじゃないかと思います。それでもね、めちゃめちゃ静かな環境で作業していると気になるかもしれません。その場合は、もっとね、距離離すとか、モニターの裏につけるなどすればですね、えー、ほぼ、もうに近い環境で仕事ができるのではないでしょうか。ニポギの AK2 プラスレビューしてまいりました。いかがでしたでしょうか。さて、気になるのが価格ですよね。今回レビューした N100 に16ギアのメモリー、SD が、 1TB のモデルはですね、29,998円なんですよ。ただ、3,800円オフのクーポンがついてますので、まあ、約ね、2万6,000円ちょいで買えるという形になります。で、僕が買うなら、こっちのモデルも魅力的だなと思ってるのが、1 6 5 1のモデルですね。ストレージが半分になります。で、こちらはですね、2万5,998円なんですが、やっぱり3,800円オフのクーポンがついてますから、2万2,000円ちょいで買えると。 この価格なら文句なしではないでしょうか。ニポギの AK2 プラスレビューしてきました。いかがでしたでしょうかニポギはですね、N95 とかですね、N100 を積んだミニ PC をたくさん出してますよね。だからバリエーションがあって、またね、使い勝手も結構向上してきました。パネルがね、パカッと外れるのもいいですよね。コスパが非常に高いので、これね、しょっちゅうハードディスクを乾燥する、入れ替えて、ストレージ的に使うような ニーズにも便利ではないでしょうか。普段はね、パソコンのモニターに繋いでいて、お客さんが来た時はこのミニ PC ごとテレビに繋いじゃうなんていう使い方もいいのではないでしょうか。2万円台前半で買えるのであれば、十分にね、コスパが高いと思います。以上、ニッポギの AK2 プラス 1TB 紹介しました。いかがでしたでしょうか相変わらずね、コスパが高くて、この冬ちょっとミニ PC で遊んでみたいなという方にはおす,すめのモデルとなっております。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 メンバーシップ、ぜひご参加ください。メンバー限定のね、えー、動画やライブ配信、イベントへの優待などもございますし、またですね、このメンバーシップに加入していただきますと、戸田ルファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田ルファンクラブでは、えー、毎月ですね、僕がレビューした製品の一部を抽選でプレゼントしております。月によって変わりますけれども、ミニ PC やタブレット、充電器、イヤホンなど、いろいろなものが えー、大体ね、4製品から5製品ぐらい、えー、抽選で当たりますので、ぜひご参加ください。